よいしょ。中年おたきです。休みの日がね、一番忙しい私なんですけども、まあ、荷物が届きましたんでね、これね、開封動画ということで久しぶりですね、ヤフーオークションでね、1000円でこれ落札したんですけどね、開封動画になってまいります。はい、では開けていきますよ。もうちょっと今日クタクタなんですけどね、もう家、1週間に1回しか家帰れないんで、ね、家の用事がものすごいことになるんですけどね。まあ相変わらずそんなわけで汚い部屋なんですけど、片付ける暇なんか全然ありませんしね。もともと物置だったんで、もうこれでいいやって感じなんですけどね。よいしょ。さあ、何が出てきますやら。よいしょ。ん？これどうなってんだ？どっちが頭だこれ。あ、こういうことか。よいしょ。よいしょ。箱を縮めてあるんですね。おー。よいしょ。こんな感じですね。よいしょ。ちょっと。重たい。ちょっとどけましょうかね。では、いくつ出していきます。はい、まずはこいつから。これなんだろうね。よいしょ。巻き上げハンドルが見えてきた。あー、これか。これ別にいらなかったんだけどな。リコー XR500 オートになりますね。これ以前紹介しましたけどね。で、レンズがこれトキナーかな。2870ですね。よいしょ。まあまあ、このカメラかなりどうでもいいです。まあ、電池がいるカメラなんで、シャッターは切れません。電池は切れているようです。まあ、壊れてるかもしれないですけどね。よいしょ。では次、コンパクトですね。コンパクトが来ました。よいしょ。はい、実は今回の、メインの狙いがこいつです。はい、これね、キヤノンオートボーイのね ML ってやつになるんですよ。ちょっと高級版ですね。お、電池室綺麗です。これは期待できますね。電池を入れてみましょうかね、後で。はい、よいしょ。はい、次いきますよ。何台出てくるんだ。これもコンパクトですね。はい、オリンパスのこれなんて言うんだ、AFL クォーツデートっていうのかな。コンパクト機ですね。まあ、この手のカメラはね、ぶっちゃけ電池なんですけども、これ電池室を開けるのにネジを回さなければいけません。さあ、これ、こんなカメラあるんだな。たかが電池。あ、フィルムが入ってる。しかもネオパン SS じゃないか。ああ、もう観光しちゃったな、バッチリ。ネオパン SS だったらね、もしかしたら撮影結果出るのにね、途中で終わってるや。これ撮ってみるかな。このぐらい、フィルムの表面はね、カビちゃってます。撮ってみるかな。これ何年前だろう、ネオパン SS。感度は落ちてるだろうけどね。ネオパン SS っても知らない人もいるとは思うんですけど、まあ、ネオパンアクロスの前身ですね。吸入剤になりますね。電源の入れ方すらわかんねえな。まあ、電池は切れているでしょう。何がどうなのかさっぱりわからないぞ。
ああ、ポップアップストロークですね。レンズは綺麗みたいですね。まあ電池は切れてますね、間違いなく。レンズは綺麗みたいですよ。ファインダーもまあ普通ですね。オートフォーカスですね、これね。明らかに。まあこれもちょっと、まあ、全部電池が必要だな、これ。いいよ、こらしょ。はい。これなんだ、これなんだ、これ。あ、一応一眼レフだ。よっ。はあ、ペンタックス。ペンタックスのね、これ SFX-N っていうカメラになるみたいですが。うん。まあ、電池は切れてますね。当たり前のように。これ汚いな。ファインダーのね、ラバーがね、まあ、ボロボロと落ちてきてます。汚いね。これ外せないのかな？あ、外せるわ。外しちゃえ。あ、外れた、外れた。指導補正みたいなのがついてるね。指導補正できるね。あー、ファインダーが汚いのか、レンズが汚いのか。よ。ファインダーが汚いです。レンズはどうだ？うわー、すげえ。これはひどいな。これ吹き傷か。これはまともに使えそうにないですね。2880なんですけどね。ペンタックスの普及ズームね、使えればよかったんですけど、これはもうここひどいですよ。これほら、こんなんすよ。これはひどい。カメラはちょっと動くかどうかは分かりませんね。電池を入れてみないと分からない。電池がいるカメラばっかりだな、今回。あ、もうそもそも電池が入ってないですね。2CR5 かな、これ。高いやつですね。後で電池を入れて動作するかどうか見てみようと思います。もし動作したらね、XR リケノンとかも使えるんで、これ、K マウントなんでね。ただ、ファインダーが汚いのはマイナスだな。汚いな、これ。そんなに大きくないファインダー。で、汚いです。あ、変わってんな、これ。まあまあ、ジャンク屋さんとかでよく見るカメラではあるんですけどね。はい、ラスト1台。これで終わりだね。ラスト1台。5台セットだったんですね。はい、来ました。新品ですよ。オリンパス OM707。これもどんなのか使ってみたいとは思ったんですけど、これミノルタがアルファ7000を出したぐらいの時期に出てきたカメラなんですけど、まあデザイン的にもね、もうその、もろ影響を受けてるようなカメラですが、あまりの出来の悪さにね、オリンカスっていう名前をもらったというね、いわくつきのカメラです。舞谷義久さんもね、これを販売するには反対だったらしいんですが、一応オートフォーカスのカメラなんですが、なんかおかしいぞ。なんかおかしいぞ。ミラーですね。取れちゃってます。ミラーが取れちゃって。これ接着剤で引っ付けてるだけだな、これ。まあ、この時代のカメラにはよくあるんですけどね。ミラーを接着剤で止めてあるだけ。なんかカラカラ音がするなと思ったら、これはまあ接着剤で引っ付け直すことになるでしょうが。でね、もうラバーグリップがね、もうボロボロになってこう割れてきてますね。これ、もう全部剥がして皮かなんか貼るかな。まあ、貼んなくても、まあ、そんなに悪いデザインではなさそうだけどね。うん。まあ、問題は動くかどうかですよね。一番の問題は動くかどうか。おー、単イオン電池だけど液漏れしてない。これはもう奇跡だな。
液漏れしてません。相当古そうな電池なんですね。液漏れしてないですね。これは命拾いをしたかも。はい。まあ、オリンカスって言われてて、ピント合わせも相当遅いっていう話なんですけど、まあ、なんだかんだ言うと、オリンパスのレンズなんで、もしかしたらいいかもしれません。どうだろうね。あー。ゴミかも。ゴミかもしんない。いやー、これはゴミかもしんないね。あ、そうか。ミラーついてないんだ。まあ、まあ、フィルム質は綺麗ですよ。フィルム質は綺麗です。これね、とりあえず全部動作確認していきますかね。5台で1000円だったんですけど、当たりだったらね、この1台で十分元取れますよね。キャノンのね、オートボーイの ML っていうね、40mm のね、F1.9 っていうね、レンズが乗っかってるんですよ。これも、オートボイ初代の高級機になりますんでね、動けばこいつだけで元を取ると思います。で、このオリンパスのね、このコンパクトもね、面白そうだなと。あとは結構どうでも、結構どうでもいい。実はね、あとは残りは結構どうでもいいんですけど、まあ、使えれば、これが使えたら面白いですけど、レンズが厳しいな、これ。多分ね、その、まあ、レンズ相当悪い、そうか、レンズ相当悪い状態なんですけど、まあ、全然売れてないカメラないんでね、そのメンテナンスの情報とかは多分ないと思うんですね。まあ、とりあえず、電池等を用意して、動作確認をしてまいります。はい、とりあえず激しく疲れました。なんて言ったって、まあ、5台のね、ジャンクカメラとね、格闘しましたので、疲れましたね。で、まあ、結論から言っていきますと、3勝2敗になるのかな。で、一番期待していた、こいつ、キャノンオートバイですね。ダメでした。電源すら入らなかったですね。残念。これは完全なゴミです。で、次にこれね。これね、オリンパスの、なんだっけ。ピカイチだったっけ、なんだったっけ。なんかニックネームがあるんですけどね。これね、電池がなんとね、リチウム電池だったんですよ。これね。で、リチウム電池って溶接してあって、交換が非常に困難な、カメラになるんですけど、まあ、CR123A をね、うまいこと入れたらね、電源が入るということで、これ自体がね、CR123A と同じ規格で作られているようです。で、電源は入ったんですけど、なんかどうもおかしいと思って、で、だんだんここが熱くなってきたんで、なんか以前の動画で登場してね、焦げ臭くなる前にやめました。焦げ臭くなってね、嫌な匂いもかけたくないんでね、もうこの2台は完全にゴミです。で、次にこれいきましょうかね。これね、リコーのね、XR500O と以前も紹介しました、持ってるカメラになるんですけど、もうあれは死にかけですけどね、これ普通に動きますね。やっぱ老眼鏡だけだけど、絞り優先 AE しかないんでね、もうシャッタースピードが、これ室内なんで、めちゃくちゃ遅くなるんですけど、あれ、動かなくなったぞ。電池切れか、早くも電池切れか。あれ、動かなくなったぞ。もしかして五輪ジュースか。もしかして五輪ジュースか。今五輪ジュースしましたか。五輪ジュースしたようです。おかしくなりました。あー、2勝3敗になっちゃったじゃん。でね、これですね、ペンタックスのね SFX-N ですけども、まあ無事動きました。これがね、ちょっと反応がね遅いんですけど、動いたね。
AF もねすごく遅いんですけど、でこんな感じでね、あのフラッシュも出てくるんですけど、チャージがちょっとね遅くって、まあ一応光ります。まあこんな感じでね、こいつはね、そのうち、写真を撮って紹介に上がってくると思います。一応レンズも分解したんですけど、前玉が汚いのはもういかんともしがたいですね。画質には影響あると思いますが、このレンズ使ってみるかどうかは悩ましいところですね。はい、これは使えました。すごく重たいカメラですね。で最後にね、あのオリンパスオリンパスですけどね、 OM707 なんですけどね、よっ、動きます。一応ねレンズも分解したんですけど、完全分解はできなかったんですけどもね、で後ろ玉の方にカビがありまして、まあ撮影に結果に影響は出ると思うんですけどもね、このマウントのレンズ他にないんでね、もうこれで試写するしかないということで、まあカビがあるながらにどのぐらいの写りをするかということでやっていくことになると思います。でね、一応これフラッシュもついてるんですよ。こう面白いところにフラッシュがついててね、出ろ、あれ、えいこんなとこからフラッシュが出てくるんですね。あーもうグリップがどんどんバラバラになっていく。でね、チャージがね、どうもね、チャージがどうもできないんですね。やっぱ光らないな。光らないね。どうもストロボはダメみたいですけど、まあ日中撮影でね、あのストロボのない画面で撮っていくことになると思いますが、まあちょっと面白いですねこのカメラね。なかなかあのオリンパスのね AF 一眼レフっていうのはね、もうこれ一台だと思うんですね。でブリッジカメラとかはあるんですけど、オリンパスはねあの AF 化の競争に完全に負けて一発で撤退します。そのカメラにね、ようやく遭遇するところでできたということで、レンズはねズームレンズの3570で、これねマニュアルフォーカスができないカメラになります。でねちょっと面白いことに、マニュアルフォーカスをね、するときはね、パワー AF だったかな？その、電動のね、その、オートフォーカスの電動のモーターでマニュアルフォーカス、パワーフォーカスって言うんですか？で、ここにね、なんかあの、スイッチがあって、これで動かすんですけどね、この形状は悪いし、硬いわでね、もう指がめちゃくちゃ痛くなります。このカメラはね、まあ AF できるんですけど、OM 何番だったかな、このレンズが使えるパワーフォーカス専用のカメラがあるらしいんですけど、それはなかなか大変だと思いますね。まあこんな感じで、まあ、結局2勝3敗か。動いてたのにな、こいつ。どういうことや。まあ動かなくなってしまったものは仕方がないですね。止まってしまいました。2勝3敗です。でね、価格がね、1000円だったんですよ。1000円で送料が1160円。2160円で、この2台。まあ、いいか。まあ、こんなもんすかね。うん、最近ちょっとね、フィルムカメラの値段高くなってるし、今日かな、ハードオフの会津店で、このカメラ置いてあったんですよ。で、まあ同じぐらいのレンズがついてて2000円だったんで、まあそれを考えると安いかな。ちゃんと動いたしね、一応ね、フラッシュも光るし、このカメラ結構面白いかもしれないですね。ペンタックスファンの、方どうでしょうか。液晶画面がね、こんなところについててね、ちょっと面白いですね。で、バックライトもついてて、これ多分高級機なんじゃないかな。ちょっとはっきりわかんない。調べてないんで、まだはっきりわかんないんですけどね。グリップの持ちやすい、ちょっと重たいですけど、まあいい感じですかね。はい。今日のね、開封動画になりますかね。は、ここまで。ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー、今日はトップバッターはね、ケンちゃんさんからですね。ケンちゃんさんね、DM がね、文字化けしてしまって、なかなかね、メッセージがわからないんですけど、今回の写真もこれね、ペンタックスっていうだけになってしまうんですね。で、どこかにね、文字化けするんで、データを送ってきてもらったんですけどね、もう、最近ね、そのコメントとか、流れてしまって、もうどこにあるのか分からなくなるんですよね。なんとかね、DM の方復旧していただきたいんですけども、写真の方なんですけど、これね、ペンタックス、これ、最初67かなと思ったんですけど、粒子感から考えて67ではないですね。これ何の木だろう？ちょっと紅葉している感じですかね。変わった色で写っております。またね、フィルム等のデータが分かればねって送れないのか。難しいですね。ケンちゃんさんありがとうございます。次はね、夢旅人さんから2枚。タイトルがね、1枚目が松本城。2枚目が背中で語る言葉っていうことで、カメラはね、キャノン EOS1N。フィルムがイルフォード400、レンズ EF28135、F3.5 から 5.6IS ということですね。1枚目が、これ松本城の、写真を撮られてます。これ柔らかい調子でね、イルフォードの400でこんな柔らかく撮れるんですか？ちょっと使ってみたくなりました。で、2枚目の方なんですけどもね、先月長野県に行った時に師匠とゆかりさんに会うことができたので、短い時間ですが一緒に撮影することができました。許可をもらったので写真アップしますってことですね。師匠も完全にニコン派になってるのかな？これ F3 ですかね。ね、師匠とね、弟子さんとね、二人並んで仲良く写真を撮っておられたことですね。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。次がね、これ同様紹介してくな。TG ヨームさんの人、白老犬の人かな？中学生なんですね。初投稿ですね。写真が2枚。タイトルが1枚、これタイトル1つか。道端でってことですね。組写真になりますね。撮影カメラね、レンズ、EOS M6、EFM15 から45、換算24から72ですね。F3.5 から 5.6、ISSTM。当方はフィルムカメラ2台、コニカ C35、ニコン F50 を所有しておりまして、ライブを受けてオリンパスペイン E2 も購入いたしました。今後はフィルムでも投稿できたらと思います。中学生です。よろしくお願いします。ということですね。普段はフィルムとデジタル半々で撮影していることですが、作品なんですけどね、ちょっとね、ちょっとというか結構アンダーで撮っております。これね、光がない場面で、被写界深度だけでね、立体感を出す、手法になっておりますが、アンダーにすることによってね、なんかその光がない、写真をね、なんかちょっと変わった感じに見せることになってますね。まあいいんじゃないかなと思いますね、この写真ね。ただできればね、光がある写真の方がいいかもしれません。ちょっと面白い写真になりますね、これね。はい、TG ヨムさんの人、白老犬の人、ありがとうございます。次がね、ガメラさんの作品で1枚。タイトルがね、通学路。機材ペンタックス ME、SMC ペンタックス、M50mm F1.4、フィルム、富士フィルム、記録用100です。以前ね、この写真なんですけども、光はね、ないと言えばないんですかね。明るい方に向かって女の子が歩いていって写真になるんですけども、これ広々としたところをね、ちっちゃい女の子が歩いていってくるので、このポツンと感を出すところが狙いだったのかなと思いますね。まあいいんじゃないかなと思いますね。僕だったらでも真後ろから狙うかな。うん、これは好みですね。好みによりますね。好み感性によります。必ずしも僕の、構図が正解というわけではございません。はい、ガメラさんありがとうございます。次がね、ジョージさんでいいのかな。作品1枚。タイトルがね、ぬくぬくむにゃむにゃですね。機材はね、富士フィルムクラス TW、富士フィルム C200 で撮影しておりますね。これ肌寒しい季節になってきますねって。私の住む地域は12月まで夏です。ジョージさん沖縄だったかな。で、猫がね、体を寄せ合って、居眠りしているところをね、撮られておるんですけどもね、
これね、ちょっとね、ピントが変わってましてね、斜めに来てるんですね。左側はね、左上、右側はね、右下にピントが来てるんで、ちょっと写真を回転させたのかもしれないんですけど、ちょっと面白い、こう、感じになってますね。これ、あ、地面が傾斜してるのか、それでこんな写真になってるのかな。ピント的にはね、だからね、左の猫の顔に、ピントが来て、右の猫はちょっと外しておりますが、それがまあまあ、なんですか、和やかな感じになってくるのかな。光はないんですけども、光がなくてね、富士フイルム C200、これプログラムモードで撮ったのかな。ちょっとね、もうちょっと被写界深度深くしてもよかったかもしれませんけど、まあまあ良好じゃないかな。富士フイルム C200、ちょっとね、高彩度のネガフィルムになります。光がない部分の色をカバーしてるんじゃないかなと思いますね。はい、ジョージさんありがとうございます。今日はここまでですね。今待機者がね6名となっております。次の動画でもまだ履けないな。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は一都市級さんの俺のカメラ、富士フイルムインスタックススクエアでね、このカメラですね、インスタックスということで、チェキの類ですかね。まあ、言うたら、インスタントカメラですね。で、僕はじっくり見たことはないんですけど、これ革のケースがついてるんですか。レンズも派手にでかいのがついてるけど、これ、形状から考えたらズームできるのかな？ちょっとわかんないんですけどもね、これ、一都市級さん結構なかなか持ってますね。僕もね、ポケットカメラじゃない、インスタントカメラでね、撮影したいんですけど、結構フィルムが高い、フィルムっていうかあれ、プリントですけどね。フィルムが高くなりますんでね、ちょっと1台もチェキを持ってることは持ってるんですけど、ジャンクで期限切れ直後ぐらいのやつがね出ないかなと思ってずっと狙ってずっとハードオフで狙ってて、全然売られてないんでなかなか写真撮れないなって感じなんですけどね、新しいの買えようって話ですけどね。まあ一都市級さんありがとうございます。次はねやったやっちまったのコーナーに行きます。はい、やったーやっちまったのコーナー、今日は夢旅人さんからやったーですね。なんとも久しぶりの投稿になりました。ハードオフで救済した C35、確か2000円だったと思います。このままでも良かったけどストラップが欲しいと思ってワンダーレックスへ行ったとけど在庫がなく諦めていたところ、隣にあった壁棚を見ると C35 よケースカバーが100円で売られていたので迷うことなくレジ、思った以上にいい買い物ができました。サイズも合わせてみましたが当然ぴったりです。まあ当たり前ですよね。専用なんで。カバーの裏が少し剥がれて、いましたが接着剤で固めています。値段が値段だったのでヤフオクで検索したところカメラとケースカバー付きで5000円以上になってました。記録用フィルム入れて撮影が終わったのでいい感じの写真があれば投稿しますということですね。最近ねもうフィルムカメラの値段がどんどん上がってて、特にねちょっと有名なやつね、名前が売れてるようなカメラの値段がすごい上がってるんですね。ね、これ、コニカ C35F、ピッカリコニカなんかね、ちょっと前までね、もう500円とか300円とかでゴロゴロしてたんですけど、えらい勢いで値段が上がっています。僕の場合カメラたくさん持ってるんで、逆に嬉しいのかなっていうことにもなるんですけどね、まあ仕入れが高くなっていくんで、今後の動画の、作成が心配になっているところです。今回はね、結局2勝3敗でね、この2台をね、仕入れましたけど、まあ、動画2本分になりますけどね。結構ね、たくさんカメラ提供いただいてるんで、今のところまだね、動画作成に、支障はないんですけど、たまにはね、開封動画もしないとね、寂しいかなと思ってね、ヤフーオークションで落札したところです。
はい、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。またね、高評価、コメントの方どしどしお願いします。高評価はね、もう本当にポチッと押すだけなんで、押していただければと思います。コメントの方ね、ちょっと全部返しきれてないんですけども、頑張って返していきますのでね、返信していきますので、またどんどんコメントお願いします。で、チャンネル登録者なんですけども、順調にね、コンスタントに増えていっておりますが、まだまだ伸ばしていきたいと思っておりますので、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、次の動画なんですけど、次の動画はね、またね、カメラ仕入れ系のネタなんですけど、この間骨董品店でね、ちょっとカメラまとめ買いしてきましたんで、そのことをネタに動画作っていこうと思います。はい、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。